こんばんは、かんさん、ゆうささん、いいさん、ありがとうございます。こんばんは、たっちゃん、いいさん、おかゆさん、ありがとうございます、ね、あと多分きっと残り何回かのタジャドラです。明日の髪型はなんとなくもう決めてるかな、わかんない、気が変わるかもしれないし。あやさん、ごーちゃん、まさるさん、ありがとうございます。くまてんさん、まさあきさん、ありがとうございます。ただのさかなさん、ばうちさん、まーちゃん、ななよんさん、だいちくん、ありがとうございます。こんばんは。明日は何のユニットをするでしょう。マンチクさん、ありがとうございます。こんばんは。坂上がりのリハは全曲終わりました。やば。げんちゃんさん、まーちゃん、ななよんさん、べっぷのよさん、カルビさん、ありがとうございます。そう、見事全曲終わったんですけど、そう、全曲終わったってことは、そう、着々とね、近づいて、初日が近づいてきてるわけではありますんですが、あるんですが、私はとりあえず、あ、いや、ライブが終わるまで逆上がりはちょっと違うとこに置いておこうと思います。でもやばいね、でも復習しなきゃ。マリモさん、げんちゃんさん、ターチさん、ありがとうございます。ね、なんか1日1曲とか2曲とかやってたので、あ、終わったんだっていう。そう、1日1曲したり2曲したり、1曲の日が多かったりしたので、気づいたら逆上がり終わってましたね。早かった。でもやっぱその1日1曲とかしたから、結構やっぱ期間が長めなんですよね。まあまあな期間をかけて全曲振り入れをしていただいたので、最初にした曲がもう危ういです。ケロックニさん、キタさん、キンちゃんさん、ありがとうございます。頑張ろうって感じ。けんちゃんさん、はるみさん、ありがとうございます。でも通す日も決まってるから、なんかそれまでに覚えないといけないんだけど、まあとりあえず今は逆上がりじゃないと思って、あとアヤライブが落ち着いてからだと思ってね。けんちゃんさん、ありがとうございます。ふわー、ペン伸びたか。急に。ハウステンボスのイベントはもうリハをしたので大丈夫って感じ。ブイブイ。小中力さん、はるみさん、ありがとうございます。そう、ちょっと前にリハをしたので大丈夫。ななみんちゃん、ありがとうございます。コウタンさん、ありがとうございます。死ぬ公園は、うん、楽しみに。コウタンさん、ケンちゃんさん、ありがとうございます。やっほー。雨ね、でも今日私ね、雨降るかなと思って折りたたみ傘を持って行ったんだけど、そんなに降らなかった。でも10秒ぐらい刺した。なんかちょっと、そう、お買い物して帰ったから、お店とお店の間を行く時が一番降ってて、あ、これは刺さなきゃいけないと思って、そう、10秒以上刺しましたね。約3分ぐらい刺しました。結構刺してたわ。むっくり刺しさん、しんじいちゃんさん、こうたんさん、ありがとうございます。きたさん、まーさんさん、ただのさかなさん、ありがとうございます。しんじいちゃんさん、しわさん、ありがとうございます。そう、3分くらい、お店とお店をね、そう、移動する間だけ刺した。でもなんか、そう、お店でいろいろ見て買い物して、
さあ帰ろうと思って お外出たらそんなに降ってなかったんですよ。そう、しかも私今日帽子もかぶってたし、あのこの上から UV カットの長袖のパーカーも着てたし、長ズボンだったこともあって多少降ってても降ってる気になんなかったのでそう、今日の私が外歩いてる時の雨って本当にポトポトって感じだったから、濡れないしいいやと思って。天球さんありがとうございます。あ、そんなに言って寝れないから平気平気と思って歩いて帰りました。ねおりさんありがとうございます。雨ばかり梅雨ですね。明日の天気は何でしょう。福岡天気、天気曇り曇り雨雨、折りたたみ傘かな明日も。おー雨ですねなんかあんま梅雨らしい梅雨が来てないからさ、なんかすごい雨マーク見るとね、ちょっとあ梅雨だねよかったねと思っちゃう。健一さんありがとうございます。ぼちゃんさん、はるみさんありがとうございます。ね、なんか今日と同じ感じ、折りたたみ傘で良さそう。ゆきさんありがとうございます。もう完全に洗濯物はもうこの季節部屋干しだよね。たっちゃんさん、トムトムさんありがとうございます。もう部屋干しにかけるしかないよね。きゃあやさん、おもんない人さんありがとうございます。ハウツデンボスの日どうなったんだろう。結局なんかだいぶ前に見た時は雨だったただの魚さんありがとうございます。ね、確かに浴室乾燥とかね、部屋で干したり、あ、乾燥だけコインランドリーに行くのも賢いですね。でもそうなっちゃうよね、しょうがないよね。なんか外に干してたらさ、なんかちょっとね、ちょっと冬に降った雨とかで濡れちゃったらしょんぼりだもんね。雨だけど前日、あ、いいね、いいね。それは曇りになってた。いいね、いいね、それはハッピーですね。よかった。こんばんは。曇りぐらいがいいね。カンカンに晴れてるとそれはそれで大変だからね。晴れと雨の中間の曇りでお願いしましょう。てるてる坊主をまっすぐにしたらいいのかな、あの平行にしたらいいのかな。逆さに向けたら雨になるじゃん。で普通に吊るしたら晴れじゃん。こういう状態にしたらいいのかなあんまりないのかな、曇りにしたいてるてる坊主って。ともちゃんさんありがとうございます。もうてるてる坊主とか作ってないな。昔はよく作ってたてるてるさんどっちかに行っちゃうかな、わかんないかな。曇りバージョンがないからてるてるさんの気が向く方に行っちゃうかな。昔さ運動会の前日とかさ、てるてる坊主作ってたの。やってたよね、なんか遠足とか運動会の前にてるてる坊主作って、あの家のさカーテンレールのとカーテンレールのところに吊り下げてた。懐かしい青いたぬきさんありがとうございます。ちゃんとさペンでさね、お顔描いてた。グレーの、あ、もう布布から、私てるてる坊主はいつもティッシュで作ってましたよ。くるくるして
紐で吊るしてた。北さん、メイビーさん、ありがとうございます。マラソン大会で、マラソン大会は前日雨だと嫌だったな。前日雨だと運動場に水たまりができてるから、走ってたらもう体操服の後ろがもうドロドロなんですよ。そう、泥跳ねもうすごいから。でもあれ、泥跳ねしない人もいるじゃん、走り方によっては。こんばんは。でも私めっちゃ泥跳ねする人だったからもう嫌だったな。マラソン大会は別にもう私は割となんか好きだったんです。好きだよ、好きではないけど嫌いでもないみたいな。そう、なんだろう、もうあれ結局もう自分のさ、もう意地との戦いだから頑張れば終わると思ってたから良かったんだけど、雨がね前日降ったりすると運動場がドロドロドロになるから、そう、それがすっごい嫌だった。しかもさ、誰かと並んで前後に並んで走ってたらさ、その前の人の泥跳ねが来るじゃん。そう、仕方がないの。多分私も後ろの人に同じ思いをさせて同じ思いをさせてるからさ、もう仕方がないんだけどさ、どうしても前の人の泥跳ねが来てさ、そう、うーってなるもう負の連鎖だよね。福岡の福田さん、ありがとうございます。私マラソン大会結構もうノリノリで走ってましたよマラソン大会はだいたい冬にしますね。超寒いけど走ってたら暖かくなるよっていう、すごい嫌な感じです。だから半袖で走り始めるんだけど、そう、暑くなるからね。だいたい冬にしますね。なんか短距離はもうさ、完全に実力勝負じゃんもうなんか短距離のさ、足の速さがない限りさ、短距離ってもう頑張れないけど、長距離はそう、まだいけると思ってやってた。冬に半袖でやってた。私中学校じゃない、小学校の体操服は年中半袖半ズボンでしたよ。なんか中学生高校生からなんか冬バージョンの体操服の長袖が出始めた、なんかあったんだけど、小学校は年中半袖半ズボンでした。そうよ、そう、長袖があったのは中学生からでしたね。でもなんか稀になんか買えばあったんですよ。買えば長袖の体操服があったんだけど、でもなんか長袖の体操服を着てる子が本当にいなかったんですよ。そう、みんな長袖じゃなくて半袖だった。やっぱ小学生だからね、元気だったんだろうね。今じゃ無理よね。そのいくら動いてあったかくなるからって言われてもね、無理よ ルルルンさん、ありがとうございます。でもなんか中学生もさ、長ズボンあったんだけどさ、やっぱりもう長ズボンは全然履かなかった短パンに長袖とかが多かったですね。コージさん、ありがとうございます。裸足、何それ。いや、靴履きたいねこんばんは。それやっぱね、長ズボンをね履くね、履くとね、急にね、でも短パンって言っても膝上ぐらいの丈だけどね。ちんじいちゃんさん、ありがとうございます。1553日、ありがとうございます。1553、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。私中学校のジャージは結構、やっぱ中学校って周りにもいっぱい中学校があるじゃないですかいろんな、なんか同じさ、市の中でもいくつか中学校があったりさ、
まあ市違くても周りにいろんな中学校がいっぱいあるじゃないですか。その中学校の中ではだいぶ結構おしゃれな体操服だったと思うの。長ズボンを脱いでそう、結構ねおしゃおしゃな体操服を着ていたと思います。そう、中学校のジャージは結構私たちの中学校の中では結構当たりじゃないって言ってましたそう、結構当たりなんじゃないかなと思いながら着てましたね。おしゃれって言われたらよくわからないんですけど、まあ、なんだろう、学校のジャージってやっぱりさ、もうまるまる学校みたいな、まるまる中学校みたいな、すごいんじゃないですか主張が。ね、結構主張が激しかったり、何年何組まるまるみたいな、結構主張が激しいじゃないですか。あんまそんなになんか主張もなく、あとなんか色がちょっとすごかったりするじゃないですか。真っ青とか真っ黄色とか、真っ黄色もないかなんか真っ青とかさ、あるじゃないですか。でもなんか意外となんか落ち着いた色でした。しかも一色じゃなくてなんか何色か使われてたので、そう、自分たちの中では、そう、中学生の頃自分たちの中では、あ、結構この学校の中学校の体操服は結構当たりなんじゃないかなっていうまうまうさん、北さん、ありがとうございます。おしゃれかって言われたらよくわかんないけど、でもなんかやっぱ学校の体操服っぽい真っ青とかじゃなかったし、まるまる中学校となんかそんな感じもなかったので、まあ、書いてはあったんだけど、ミスターホワイトさん、ありがとうございます。そう、当たり外れ、でもまあ制服は当たり外れも特になかった気がする。あの、よくあるある、セーラー服の線の数が違うそう、なんかみんな集まった時に迷子になるんだよね、あれ。そう、ね、中学校の制服のね、男子はもう正直言ったらもうさ、わかんないじゃん、男子のって中学校のさ、なんか学ランの違いは何ですかって言われたら、本当にボタンボタンですか、ボタンじゃない、ボタンしかないんじゃないかなっていうぐらいさ一緒だけど、女子も女子ね、セーラー服にここなんかさ、襟のとこにさ、なんか3本とか2本とか1本とか線の数の違いなの、ほぼ。ね、たまに線の数が一緒でもこの色味が並んだら違うよみたいな。そう、だからなんか吹奏楽の大会とか制服なんですよ。よく迷子になりかけてましたよ、危なかった。なんか自分の学校の人だと思って近づいてよく見たら、あれ、私と色が違うとかなるのこんばんはそう、なんかそうなのよ、やっぱセーラー服が多かったですね。わかんないけど、熊本、私が吹奏楽で見てた学校はセーラー服がすごい多かったの。色が違う、線の数が違うとか、そうそうそう、もう難しいよね、もう迷子迷子、見間違え祭りって感じ。マサッチさん、 YK さん、ありがとうございます。そう、よく顔見た時に、あれ、知らない顔の人ばっかりだと思って、ここ私の学校じゃないと思って恥ずかしくなるのチョコレモンさん、ありがとうございます。ね、多いのかな。のんちゃさん、 YK さん、ありがとうございます。でも男子はもっとわかんないですよね、もうね、さっぱりって感じだよね。色も大体みんな一緒じゃん、さっぱりだね、難しいよね。楽器はフルートだったよ。そう、学ランとセーラーでした、中学校は。
なんかザ中学生って感じでね。でも熊本は割とセーラー服の学校ばっかりだったので、そうそうそう、みんなセーラー服だ、セーラー服だと思ってました。そうそう、学ランとセーラー服がなんか一般的なんだと思ってたけど、ブレーザーの、中学校からブレーザーの学校もあることも知って、あ、違う学校あるんだって。まっすんさん、ともちゃんさん、ありがとうございます。ね、学ランね、学ランしか、ブレーザーでもそうよね、地域によってはね、もう中学生からブレーザーですってね。こんばんは、くんちゃんさん、ゴルダシさん、ありがとうございます。私はね、今ね、あの、見事にアイドルという仕事をしてるので、ブレーザーも着れるし、セーラー服も着れます。しかもいろんな色が着れます。憧れのね、やっぱなんかね、憧れるんですよ。自分がセーラー服着てたらブレーザーに憧れるし、なんかブレーザーをもし着てたら多分ね、セーラー服に憧れてたと思うんですけど、今ありがたいことに、しかもいろんな色のね、いろんな種類のいろんな色のセーラー服やブレーザーを着れてるので、ハッピーです。アイドルすげーフルートとピッコロの違いは出る音域の違いですね。ピッコロの方がフルートより出る音域が高いです。ブレーザーだった？中学校ブレーザー、でもなんか公立の学校、中学校でもさ、セーラー服だよじゃない、ブレーザーだよっていう学校もあるからね、なんか地域によるんでしょうね、本当に。ミスターホワイトさん、ありがとうございます。ネクタイもリボンもつけれます。今学ラン減ってきてるのかな。そうなの、やっぱそう、地域だね。セーラー服あんま見たことない。私はもうセーラー服ばっかりでした。もう違いが分からなくなるぐらいセーラー服で溢れてました。学ラン は重たそう。そう、すごい、そうしな、思うことは学ランって重たそう。あれは重たかったですか？あ、首がカチカチ、あー、そういうこと？そう、セーラー服もブレザーも着れて、冬にはサンタにもない、何にでもなれちゃいますね。なんかすごい、あ、硬いんだあれね、なんか大変そう。すごい一言。あ、重くはないの？ながらん、ながらんって、ああ、シェカラシカみたいなやつってこと？あれは特攻服？でも夏服からさ、急にさ、学ランを着なさいって言われたら重たいよね。女子も夏服のセーラー服ってやっぱ軽いんですよ。軽いというか、まあ素材が軽いというか、そう、軽めの素材だから、うわーと思ってそうやってたら、急に冬服になった瞬間、もう肩肩ズーンってなってた。バッチね。ブレザーも地味に重かった？やっぱちょっと冬服の制服ってちょぴっとなんか重たいよね。ちょっとやっぱずっしりしますよね。バウチさん、ありがとうございます。ちょっとおーってね、
肩に重りがかかるような。中に、あ、でもそう憧れるってた。なんかそのブレザーの下にパーカーとか着るの憧れてた。やったことないまだ。ベスト着ると、そうなの？コートは学校指定だったから中に着込めばいいやと思ってコートは買いませんでした。そう、中に着込めばよくねと思って、そう中に大量に着てました。そう、そう、なんかセーラー服ってジャンパースカートって言っても肩からワンピースみたいなスカートに上からセーラー服の上をそう着てる感じだから、このジャンパースカートの下にそうなんかセーターとか着てました。そう、だからコートは着てなかった。浩平さんありがとうございます。中に来て暖を取ってました。でもそういう人が多かったですね、やっぱり。なんかわかんない、私の学校あるあるなのか、コート買ってる人もいないし、中間服もある、一応あったんですよ。夏服、中間服、冬服ってあるんだけど、なんかわかんない、これは私の学校だけなのかな、なんか誰も中間服なんて存在しないんじゃないかってくらい中間服誰も持ってないの。そう、誰も持ってないし、なんかもう学年に 3人中間服着てる人がいるかなぐらいの、そう持ってる率でした。そう、中間服って言って、なんか冬服のジャンパースカートの下になんか何カッターシャツを着る感じなの。そう、そういうタイプの中間服だったから、なんかそのカッターシャツだけ買えば中間服着れたんだけど、なんか中間服ってものが存在しないんじゃないかなってぐらい誰も着てなかった。そう、学年に 3,4 人ぐらいだし、コート着てる人も学年に10人いるぐらいとかだったんですよ。そう、だからなんか買わないのが普通だと思ってたの。なんかみんな買わないものなんだと思って買ってなかった。シャキシャキきゅうりさんありがとうございます。そう、みんな買わないんだと思って、そう、じゃあ買わなくていいかなと思って中に着込んでました。中に着込んだり、マフラーはオッケーだったからマフラーしたり、タイツ履いてよかったからタイツ履いたり、手袋してオッケーだったからそう手袋したりしてました。あとカイロ貼るのもオッケーだったのでカイロ貼ったりしてました。でもそう、なんか制服買うところに行った時にあんまり中間服を買う人は今いないですねって言われて買わなかったですね。そう、なんか制服採寸に行った時にそうあんまりそう中間服買われる方はいらっしゃいませんよって言われたから、しかも私友達と一緒に行ってたから友達とじゃあいらないかって言って、そう決めるの一人じゃなくて友達と一緒に制服の採寸に行ってたので、そうそうそう、コートもあんまり買われる方まあいないらっしゃいませんしみたいな、後からまた買えるんでって言われて、そうそう、じゃあいらないかって言って、友達と行きました。な
の校則ね、謎の校則いっぱいあった、面白かった。そう、そのままね変えませんでした。結局コートも中間服も買いませんでした。意外とね夏服と冬服だけで生きていけました。寝落ちした。あら寝なきゃ、ぐんない。中間服は夏服と冬服の間の服だから、私服で言うと秋服とか春服みたいなのがある。え、あとなんだろう、あとは大体全部購入してもらいました。体操服とか、中間服も含めて、あ、でもね着用期間を決められてたよね。なんだっけ、衣替えじゃなくて、なんだっけ、なんかそういうさ、なんか冬服からじゃないわ、夏服からさ冬服にさ変える期間のことなんて言うっけ、なんか名前があったの。衣替えじゃなかったよ確か。なんだっけ、衣替えじゃない気がするの。制服移行期間なんか違った、なんか名前があったのよね。衣替えって言わなかったの確か。なんだっけ忘れちゃった。なんか名前があったんですよ、その何日から何日の間は夏服でも冬服でもどっちでもいいんですよって、そういう期間があるんですよ。夏服でも冬服でも中間服でも何でもいいけど、この日までには全員冬服に変えなさいっていう、そう、そうそう、なんかだからそのまあね、その衣替えあったんだけど、その期間の名前があったんだけど忘れちゃった。何だったかな、もう昔の記憶すぎる。そう、ちゃんと期間1週間以上かな、1週間わかんないけど、そうあったの拘束。そう、この日からこの日までは夏服でも冬服でも中間服でも何でも着ていいよっていうの。だからなんか寒かったり暑かったりするから、自分の気温体温に合った制服着てきていいよっていう期間があって、その代わりそう、このもう決まった日からはみんな冬服だよっていうのがあって、この期間の名前が確かあったんですよ。でも忘れちゃった、さっぱり。そう、1週間かよくわかんないけどね、そういうね期間がね設けられてました。でその間にそう、夏から冬だったらそう途中で冬服に変えて、冬の制服に変えて、そう学校に通ってました。フレアさんありがとうございます。逆もねあってね、冬服から夏服に変わる時もそうやって、そう、そういう変わる期間がありました。自分がそう合う、自分の体温に合う制服を着てきていいよって言って、でその代わりにこの日からはそうみんな夏服だよって、やってましたね。どうなんだろう中間服、私は中間服あったけど、うん、でも中間服は中間服を着なさいっていう期間はなかったですね。そのね冬から夏に変わる瞬間とか夏から冬に変わる瞬間のその準備期間に中間服着て OK だよっていうのがあっただけで、みんな中間服ですっていう期間はなかったです。だから多分ね持ってる人が少なかったんだと思う。なんかそう
そう、自分が来たかったら来てもいいよって感じだったから。そう、その期間しか中間服は着れないの。そう、短い期間だし、そう、別に着なくても大丈夫かなってことで、そう、買ってる人はあんまりいなかったんじゃないかな。そう、大丈夫、いらないわと思ってね。そう、期間も短いしね、着てもいいし着なくてもいいよって感じなら。そう、レアだったから、学年に 3,4 人ぐらいかな、来てた人は。北さん、ありがとうございます。ゆうしゅんさん、ありがとうございます。今度友達に会うから、思い覚えてたら聞いてみるね。制服をさえ変える期間なんて名前だったっけ。ね、覚えてたら聞いてみる。まさっちさん、みちろうさん、ありがとうございます。覚えてないかもしれないけど、そう、着てる人はレアでした。忘れちゃった、何だったかな、さっぱり。もうだって昔だよ、今私学年で言ったら大学、ね、そう、そのままね、ちゃんと着々と進んでたら大学4年生で、8年前だもん。ダメだ。それは覚えてない。8年前はそれは覚えてないよね。仕方がない。7、8年前だもん。無理無理、着々と忘れていっています。ね、ちょっと前まではさ、3年前が中学生でしたとか言ってたのに、8年前になっちまった。キャー、シューマニアさん、ありがとうございます。ね、早いですね、あっという間ですね。もうどんどん忘れてっちゃうんだ。しょぼしょぼ。ゆんまさん、ありがとうございます、ね、あっという間だ。今6月、あと2ヶ月ちょっとで22歳になっちゃうし。のんきな22歳だね。影絵だ、キツネ。一生、あ、そう、ずっとできるのはこれだけ。夜間。はやったーさん、ありがとうございます。夜間、どうしたら見える、よく見えるか。夜間、私がそう頑張って、結構コードだよっていう自慢できる影ナンバーワン、これなの。やかん、やかんじゃない、ちょっと手見たらすっごい嫌だけどさ、影だけ見たらちゃんとやかんだよ。手はあんま見ないであげて。やかん上手だよね。私の結構ちっちゃい頃からね、よくやるね、影なの、やかん。お母さんとよく駐車場でやってました。全然さ、あの家の駐車場ね、そうだから車とか全然来ないから、そう安全なんだけど、そう家の駐車場でやってた。夜間は結構あの特技。特技とも言わないか、みんなやろうと思ったらできるね。
まだまだそう、誕生日はうんハッピーハッピーなんだろう、もう多分ね、なんか20歳ほどのね、キャーではないけど、でもやっぱ誕生日は嬉しいです、ハッピーですと思ってます。まだまだ。ツナーさんありがとうございます。犬わからない、きつね、これちょっとハトハトでも私ができるのキツネとハトとヤカンぐらい、あとできない、あと知らないかも。結構夜間は今でもやり慣れてますよ。夜間は結構やってますから、この親指が大事なんですよ。この親指がそのあの夜間の蓋の持ち手の部分ガチ変えるは分からないの、何変える。でもなんかこういう手でやり変えられるよね、一生わからないんだけど、こういう変えられるよね。ワニーバカだ多分ワニーいや私これちっちゃい頃よくやってたよワニの口、ワニの口ってさ、なんかこういうなんか三角の歯でさ、何あの重なってるじゃないですか、ワニの口。知らん、なんかわからない、ワニの口ってさ、この尖っててこうギジギザギザギザジグザグっていうのかな、よくやってた私これ。ワニの口ですね、これただの。ワニの顔とか目とかは一切ないんです、歯だけですよくやってた。でもなんかあるかな、カエルはなんかあるよね、こういうなんかね、なんか指絡まりそうなやつでしょ。知ってはいるんだけど、ずっとやり方なんかこんな感じでしょもうダメぐちゃぐちゃ、なんだか分かんないけど。グーチョキパーやってたよ、ヘリコプター、カタツムリ、蝶々、何がある、カニー、え、ヘリコプターはやらない、ヘリコプター結構主流だったよ結構私の周りでヘリコプターは主流だったんだけど、ヘリコプターってあんまり聞かない？グーとパーでヘリコプターって言ってたんだけど、あと何があるかな、カタツムリの影もこれちょっと難しいんだよね、影のなり方がね、ちょっと違うんだよ。蝶々はやってたよね、グーとグーでドラえもん、へー、ヘリコプターちょいちょ、あと何があるかな、でも忘れちゃったね。グリコもやってたよ、グリコってやってジオコレイトってやってました。小学生の無謀な遊び、帰り道にそれするの無謀だよね帰り道にグリコするの、学校から途中で飽きてやめるんだけどそう、よくやってました。もうね、だんだんそう差がつくし、ちょっと途中から飽き始めて、そう途中からもう普通に歩いて帰るんだけど
ってたな、グリコもやってた。結構遊びながら帰ってた。帰るのすっごい遅くなるんだけど、よく遊びながら帰ってましたね。ね、帰り道すっごい遠く感じたよね、わかる。なんか私は小学校も中学校も帰り道すっごい長く感じて、すごい疲れてた。やっぱなんか同じ方向の人がみんななんかさ、なんかある程度の距離感空きながらさ歩いてるわけじゃん。前の人が歩いてるの見て、あー私が今あの人のところだったらなーとか思ってた。よくわかんないことを思ってました。メフィラスさん、ありがとうございます。ね、もうすっごい大変。帰り道ってあんなに大変だよね。私ジャン巻きがみんなの荷物持つとかはねやらなかったの。そうやらなかったけど、その電柱から電柱とかね、それはやらなかったんだけど、朝学校に行くのがギリギリすぎたから、電柱から電柱はよし、ここから、ね、電柱から電柱走って、次の電柱から電柱歩いて。それは朝やってました。そうもう時間に余裕がないから走らないといけないんだけど、走るのもきついから、そう電柱から電柱の間走って、次の電柱から電柱の間は歩いてっていうのを、そう朝やって必死に学校に行ってました。やばいやばいって言って、間に合わないぞっつってテケ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 走って、その代わりといってはあれですけど、帰りはもうのんびりのんびり帰ってましたね。帰りはもうゆたゆた歩いてました。でもなんかたまに学校ってなんか帰りの会があってさ、なんかクラスによってさ帰りの会がすっごい早く終わるところとかあるじゃないですか。早く終わった時に学校をもうすごい速さで出て、その私の帰り道、私の帰り道の中で一番最初に一番前を歩いてる時は結構嬉しかったです。優越感。やっぱあるじゃん、わかるじゃん、自分がうわ今日私先頭だなって。私今日絶対先頭じゃんみたいな、絶対前に人いないと思う時はすごい優越感にあふれてました。その時は結構足取り軽かったですね。私が一番早くお家に着く、一番早くお家に着くは違うんだけど、ね、同じ帰り道の人の中で一番早くお家に着くと思って唯一足取り軽かった帰り道。早くホームね、早く帰りの会とかが終わったらね、できるやつ。ルンルンで帰ってた。でも私はああいうのはなかった。なんか登校班みたいなのはなかったです。そう登下校を一緒にしなさいみたいな班はなかったので、友達と行ってました。そうただなんかお猿さんが出た時とかは、そうお猿さんが出た時とかは危ないから一人では帰らないでねって言われて、そう近所の人と一緒に帰りなさいって言われることはあったけど、その時以外はみんなおのおの自由に帰ってました。誰かと帰る人もいれば、一人でさっさと、そう集団下校とか集団登校とかはなかったです。パウチさん、ありがとうございます。なので一人でさっそうと帰ってました。そうたまに一人で帰って、ほぼ友達と一緒に帰ってました。
お猿さんがそうたまに出るんです。たまに言われてましたよ、お猿さんが出没しましたので一人で帰らないでねって会員会で言われるの。あーいってでも会うことないんだけどね。お猿さん出たよって言われてお猿さんと街中でってなったことはないです。だから架空の人物ツナさんありがとうございます。噂は聞くんだけどね、出没ってそう聞いて、そう目を合わせないでくださいって、近づかないでくださいって、目が合ってもそう逃げないでくださいとか、そう挑発しないでくださいとか注意はたくさん受けるんだけど出会ったことはない。でもそういう月はそう一人で帰らないでねって言われてました。それ以外は自由に帰ってましたね。一人で帰る日もあれば友達と帰る、でも友達と帰る日がほとんどでした。私は友達とそうグリコしながら帰ったり歩数数えながら帰ったり喋りながら帰ったり、そう遊んで帰って遊びながら帰ってましたね。ロジェムさんありがとうございます。そう今日絶対夜ご飯お肉がいいねって言いながらお肉の歌を歌いながら帰って二人とも魚だったりあるんだよねそういうことがね。そう部活帰りもそう友達と一緒に帰ってて、そうお腹空いてるんですよ部活が終わったら。そう寄り道とか禁止だったから、そう二人でお腹空いて、うわー今日絶対お肉がいいって言って、わかるお肉食べたいねって言って、お肉の歌をよね陽気に歌いながら、そうお肉の歌をルンルンで歌いながら帰ってたら、そう二人とも、そうあれ魚だってあれだお肉の歌っていう、そう私たちが勝手に作った、勝手に作ってはないんですよね、ある曲に合わせてずっとに肉って言ってるだけなんですけどそうある曲に合わせて一生ずっと歌詞肉しかないんだけど、そうずっと肉肉肉肉言ってる、そう曲が曲というか、そう私たちの中でそうずっと歌いながら帰るっていうやってましたね。魚はもうあれじゃん、魚魚魚ってあるけど、そうお肉はそうある曲に合わせてずっと肉肉肉肉って言いながら、はい、帰ってました。よくよくやってましたね。そう合唱コンクールの期間はなんか学年で歌う曲があったんですよ私たちは。そう学年で歌う曲とか卒業式とかの時とか歌う曲とかを熱唱しながら帰ってました。近所迷惑ですまあまあまああのね声量をなんとなく抑えてましたけど、はい歌いながら帰ってました。何してたかな。平和だよね。あれだね、なんか3人で帰ってた時は2人がすっごい口笛が上手だったから2人が吹いてる口笛にノリノリになりながら帰ってました私そう口笛ができなかったから、そう2人がすっごい口笛上手だったからそれ聞きながら帰ってました。
でも合唱コンクールの時以外も3人が知ってる曲を何1小節ずつ分けながら歌いながら書いてました。はいって言われるから、はいって言われたら歌わなきゃいけないんですよ一人回してくれる子がいるの、一人回してくれる子がいるから、その子にはいって言われたら次の小節から歌わないといけないんですよっていうのを、そうやりながら書いてました。愉快ですね。基本的に歌うか喋るか、歌うか喋るかって感じで書いてました。そう、口笛そうできなかったから私は乗ってました、その音楽にね、楽しそうだよね。なんか楽しそうでいいよね急な一言。じゃあ今27分なので30分になったランキングを見ます。そういいよ、みんなの上手な口笛聞かせて私そう口笛できないの。音は鳴るんだけど音楽は奏でられます、音階は奏でられません。そうこれ限界。ナックスさんありがとうございます。私の限界口笛。音は出るの、でももうそう音楽は奏でられない、そうドレミとか奏でられない、奏でられません。そうできない。そうできないんだ。しかも私口笛息吸う派なの。そう多分吐いた方がやりやすいよね。でも吐いたら音出ないの息の音しかしなくなっちゃうのそう吸うじゃない、そう吐いた方が多分絶対やりやすいんだけど、私吐いて息を吐いてねやる口笛の方法がわからないの、音が出ないの。吸わないと音が出ないのでも息の音しかならなくなっちゃうから、そう口笛は聞く派です口笛は小学生の頃から聞く担当でやらせていただいております。難しい。なのでこれからも口笛に関しては聞く担当で乗っていきます。分かんない、しかめっ面になりますね、吐いて口笛をやろうと思うと。音は鳴るよって感じ、音は鳴るけど音楽は奏でられないよって感じですね、口笛さんに関しては。あ、なお教えてくださりありがとうございます。それでは30分になったのでランキングを読みます。13位ニャワレスさんありがとうございます。12位ツナさんありがとうございます。11位はるみさんありがとうございます。10位たっちゃんありがとうございます。9位ゴールド足さんありがとうございます。8位ただの魚さんありがとうございます。7位 YK さんありがとうございます。6位ミフィラスさんありがとうございます。5位マーチャ74さんありがとうございます。4位北さんありがとうございます。3位ルルルンさんありがとうございます。2位バウチさんありがとうございます。1位ユーシュンさんありがとうございます。あ、それでは今日も見てください、聞いてくださりありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。